こんにちはアマゾンサポータータ堀秀夫です今日は仕入れの際の注意点。アマゾンギフト券をね、安く手に入れて仕入れるというのを、まあ、もしかしたらやってる人いるかもしれないんですけど、それ非常に危険なんでやめてください。アマゾンギフト券を転売サイトから購入しないでください。これね、えー、まあ、はっきり言って犯罪で手に入れたギフト券とか、 えー、認めていない転売のギフト券を使って、アマゾンで買い物をしてアカウント削除という例がね、えー、出てきてます。で、これ、えー、日本で仕入れのサイト、ねえー、削除されちゃったといった場合にはね、えー、アメリカ、あるいはオーストラリア、日本に持ってるのもそうですけど、まあ、販売サイトの方も当然削除されます。で、これ、かなりアマゾンが神経尖らしてる、えー、ことなんで、 まず、かなり復活は厳しい。復活厳しいというか、復活無理ですね。で、えー、他人になりすますのも、かなり厳しいチェックが入る、えー、削除理由になってますので、容易なこっちゃないということになりますのでね、えー、Amazon ギフト券を転売サイトから購入して、えー、仕入れを安くするというのはやめてください。まあ、これ Amazon からも通達が出てます、ねえー。ギフト券を転売サイトから購入しないでください。それから ね、いらないギフト券、ね、自分で買ったって分かっちゃう、紐づいちゃうギフト券を、えーまあ、この転売サイトで売るっていうのもまずいです。まあ、私の会員さんだとね、えー、この Amazon ギフト券を使って現金化とかやってる人はいないと思うんですけど、まあ念のため、えー、そのギフト券の扱いはあくまでもアマ Amazon から買ってね、でそれをまあ使うっていうのは問題ないんですけど、転売サイトとかね、えー、あるいはこのギフト券を 交換してるサイト。まして、まあ、私も何件か電話を受けたことありますけど電話でね、えー、a z o n で仕入れしてるのに、ギフト券安く買えませんかというの来たりしますけど、まあ、非常に危険です。ね。あの、大体、このギフト券が安く仕入れられる。ね。えー、詐欺の場合もありますし、まあ、使っちゃ自分は全く悪くなくても、詐欺絡みのギフト券を使うってことでアカウントが削除になると。 いうことがありますんで、まあ、これは十分注意して、まあ今まで運よくね、もしこういうの買って使ったことありますって言っても、今まで運よく何もなかったとしても、今後非常に危険になりますんで、えー、絶対に転売サイトから購入して、えー、それを仕入れに使うということはやめてください。また、ね、まあ、この件に関してとか、あるいは他の件でも確認とか報告ありましたら、チャットバックの方に書き込んでください。お待ちしてます。以上、AmazonS サポーター、堀秀夫でした。